おはようございます。おはようございます。コドミグループの今川です。ともしびの西村です。よろしくお願いします。いや本日は本当にいつもありがとうございます。いえいえもう気持ちがいい天気で。そうですね。はい、いや今回エクステリアツアーということで、ともしびさんのお客様の案件をちょっとご紹介させていただいて、ちょっとまあうちが成功させていただいたんですけど、ちょっとお客さんのその問い合わせの流れというか、それちょっとお聞きしたいなと思います。そうですね。もともと YouTube 見てくださってて、定期的にこう外交のセミナーみたいなそのプランの考え方とか、お金のどれぐらいかかるよみたいなセミナーをやってて、そこにいらっしゃって。でそのセミナー聞いていただいて、まあ、プランをちょっと作ってほしいということでご依頼をいただいて、でリフォームなんですよね。そうですね、はい、結構難易度高かったですね。だいぶ高かったねでも見事に生まれ変わったんで、いや本当ですね、いろいろご紹介を、そうですね、していければと思うんですけど、はい、そうですね、もともとこの辺までにこうフェンスが、はい、そうですね、この辺までに丸見えのウッドデッキがこの裏にあって、でまあそこにちょっとベランダからフックがあって、そこにタープを引っ掛けてちょっと目隠ししたりとか、日よけをそこで使ってデッキの上で遊んでいただいて、まあせっかく作ったんでやっぱ遊びたい、でも丸見え、暑いっていう。で、まあ、あとは今回すごい難しかったのは車ですね。ああそうですね。いやこれ本当に考えましたよねでも計画段階からもう入っていただいて、でこう施工できるできないとか、そうですね、この収め方いつもの掛け合いですね。そうですねで新築とはまたまるで違うのは既存物を相手にするんで、そうなんですよね、やっぱそこは難しいですよね。配管とか既存の土間をどう生かすかとか、コストも考えなきゃいけないですね。今回こちら側に軽自動車が1台こう止まれるだけの区域を取って、かつ来客用ももう1台止まれるっていうような2台ね、このスペースでどう作るかっていう。そうですね、前回最初の段階はここでフェンスがあったんで、こう向こうから、そうですね、とあと縦に1台、縦に1台、もう家の目の前のアプローチ前まで車が来ちゃうような多分状態だったっすよね。2台を止めたいっていうことで、まあ乗ってらっしゃるのがこうコンパクトな車だったので、ここに止めたりとか、ここに自由に止めれると。で人が来た時にはここを止めてそっちに入っていただくと。普段はそのまま頭からブーンってこう入ってきちゃって、でも全然いいですし、ただ人が来た時だけ動かすという駐車の運用方法というか、駐車の運用方法、これポイントですよ、駐車の運用方法、ペロンみたいななかなか出てこない、僕からなかなか出てこないこの車を例えば来客時の止め方とかって、普段はそこにコンパクトな車があって、広いスペースに駐車がね下手利用とか一緒にいるんで、悠々止めていただいて、人が来たらこっちにずらしてそこに来客を入れるとか。来客ってそんなに多くないんで。そうですよね、要は止め方って比較的毎日来るわけじゃないんで、人が来た時だけはそういうふうにずらしてあげれば、要はスペースがかなりゆったり取れるし、実際工事が終わって、こうたまにこう見に行くと、意外とそんなに皆さん、来客のそのスペースはそのまま空いてることがやっぱ多いなと思ってて、そうですね、そこをこううまく使い分けてたんですよね。なのでもう基本的に最小限にして、例えば車がこうじゃなくてこう止まるとか、来客時に自分の車を出すかってあんま出さないんですよ。ってことはこうして全部空間取るよりも下げて、ここのスペースを共有させちゃうと、ここお庭で使えるんで、なるほどみたいな考え方を思いっきりこうもうフル回転していろんなパターン作ったのがこちら今回、いやーなんかなんとなくなんですけど、この今回使わせてもらった屋根あるじゃないですか、グランダートールで、グランダートール、かの有名なグランダートールで、でやっぱこれが思いつかないと思うんですよ、結構外交屋さんで。そうですね、なんかこれをこう描いたポイントというか、最初はこの塀をだけやっぱりこうデザインするっていう形だったんですけど、これはお客様からもやっぱり頂いて、こう車寄せというか、こういう屋根のような邸宅に近い雰囲気を作りたいということで、そうするとやっぱどうしても屋根っていうキーワードが出てきて、ゲートとかあっちねフレームがありますし、この塀だけボンって作るのも当然いいんですけども、これは機能的に満たされてるなと。いきなりグッと立ち上がっちゃうとちょっとバランスがどうしても悪くなってしまうので、こういった屋根を付属させるということで、トータルでこうその端から端までが全てもう同じデザインの統一感のある家ですよっていうのを表現するときに、こういった屋根をかけたりとか、さらにああいったフレームを端から飛ばすことによって、この屋根が唐突にねドーンと出てくるようにならないように、こういう三角形のスペースって一見無駄だなって思う方もいらっしゃるんですけど、こういった割りぐり石とかゴツゴツっとした石を入れてあげることでちょっとねポイントになりますし、まあ植栽入れてもいいしね。そうですね、結構こういうねでペースを本当にうまく、やっぱリフォームだとすごいそこが難しいというか、そうですね、ここがさらに難しいのはこの塀のラインと今この道路のラインがこれ平行に合わせていて、で奥の塀は建物と平行にしていてっていう、どこにこうベースのラインを持ってくるかっていうのはそれが難しいんですよね。それすごい難しかったですね今回。これは道路平行、道路平行で奥は建物平行、そう、なるほど。でまあなるべく入りやすく、これそのままバーンと建物平行を持ってきちゃうと結構ここ狭くなっちゃうんで、そうですね、意外と車の出入りがしにくい。なるほど。あとどっちから帰ってくるかとか、あっちに余剰スペースがね頭振ってバックするよとか、車の往来もそこそこあるんで、そうですね、結構今だけでも7、8台もビュンビュン通ってますもんね。で床はローラソン、はい、これ今回300、600、そうですね。これがまた良かったのは既存の土間がこのね下にもともとあったんですね。そうですね、まあここだけ壊したかなね、一部あの元のね元の、はい、そう。でもやっぱこのなんていうんですかね、打ちま今回、はい、向こうもちょっと打ち増ししたんですけど、やっぱなんていうんですかね、土間で打ち増しすると、はい、既存の土間と新しい土間の色の違いも結構はっきり出るんですけど、なんかもともとあったような感じにやっぱ馴染んでるというか、ここは既存でこっちが新設でローラーソーのと、やっぱこれは綺麗に馴染みますよね。もともと家の近くに表札ポストがあったんですけど、今回こちらに顔をちょっと作らせていただいて、でまあ本来こうね表札つくんですけど、ポイントがやっぱここですね。一段ステップをここで設けるっていう風に。そうですね、これもともとはフラットでしたよね、はい、ずっとフラットで行ったんですけど、段がつくとここから顔ですという。あ、なるほど。ここから家ですよっていうのは視覚的にちょっと、まあ、これフレームにしたりとかもありますけど、結構僕がやるのはこの1段目をグッとやっぱ出してあげて、ここからも上げちゃうという。この本当これだけでも10センチぐらいですかね、ステップがあるだけで、結構見た目変わりますよね。自転車もそのままゴンとね奥まで持ってけますし。そうですよね、その段差なら。素晴らしいですね。ここアプローチあってで入っていくと、はい、ご案内を。なるほど、もう完全にプライベート空間がこう広がっている。いいですね。いいですね。これがでも噂のウッドデッキ。はい。なるほど。いや。まあもともとこのデッキがあって完全にオープン外交で、まあ、ちょっと道路際にフェンスがあって、でも結局さ、あのフェンスもさ、デッキに立っちゃうともうこれぐらい、もう視覚的にはもうお腹より上が全部見えちゃうっていう。全く意味がなしてなかったですよね。照明とかあるんで夜もカーテン開けっぱなしで、やっぱ一番多いのが、本当にそのカーテン開けっぱなしで生活したいっていう、ああ多いですね皆さん。結構そもそもカーテンってなんだというか、この吐き出し窓って何のためにっていう。そうですね、あ、考えたことないですね。ね、大きい窓皆さんやっぱ南側とかに作るじゃないですか。はいはい、でやっぱその窓の先には必ず景色があって、そうですね。でそこの抜けとか、まあ光を取り入れたいってのもあるんですけど、結局カーテンしちゃったら意味ないじゃんっていう。そうですよね。こっちが今南向きですよね。なんか目の前にやっぱ大体道路側に向かって皆さん大きい窓を張れますもんね。なんでいや、まあ、なんでですかね、光を取り入れるだけだったらね、高窓とかでもいいし、よかったなとか。でもやっぱ外に出たいとか、うん、庭を眺めたいとか、うん、やっぱこうちょっとねお庭でくつろぎたいみたいな、うん、はい、これブロックで作ったり RC で作ったらとんでもないお金がかかって、そうですね、あと危険性もあるしっていう、そうですね、ブロックの場合はね、うん、ってなるとこの発泡だからこそこの高さが出せるっていう、うん、ところですよね。素晴らしいですね。このやっぱ吐き出し窓、そうプライベート空間をこうやっぱカーテン開けて作りたいっていう、うん、まあうちの奥さんも言ってますね。そうなんですよ。皆さんやっぱカーテン開けっぱなしで生活したいってことは、うん、目隠しは絶対必要になってくるというか。そうですね。そもそも窓の切り方もね、うん、変わってくると思うんですけど、やっぱ設計段階から相談してもらって、うん、配置とかね、そう窓の配置とか、ね、そういうのは、うん。ですね、今だいぶでも設計段階のお客さんも増えてきてるんで、はい、ぜひそういうふうに楽しんでいただけたら、うん、そうですね、いいですよね。はい、あとちなみにこういう既存のウッドデッキって、うん、これステップ実はこっち側についてたんですよね。あ、そうだ、そうで既存のウッドデッキってこのもともと建物の外壁の面までだったんですね。そうだから5、60センチぐらいここストンと実は落ちてて、そうです、そうです、ね、でもこの塀ってね臨地境界ギリギリまで、うん、そうですね、はい、建てることができるので、はい、この隙間をこれ同じ材料で入れていただいた。そうですね、YKK さん、YKK さんですね、はい、そうですよね、のリウッドデッキをここ3枚だけ足してますね。足してるんですよねこれね、はい、これもなかなかやっぱこういうね、うん、こう施工できるっていうのが、はい、既存のものをうまく生かしたいとですね、はい、得意です、得意ね、はい、得意です、できるっていうね、うん、だからステップもあの幅であったんですもんね。そうこっち側でそれを加工してね、新しくこの大きさに再利用して、既存物本当にある場合って、ね、こういう既存のこれ土間のステップがもともとあったんで、そうですね、ここに合わせて加工していただいたりとか、なるべく生かしたいですもんね。そうですね、生かしたいですね。いや、そうこれがねフックをあそことつなげる、つないで、そうだからこれがもともとない時はこのデッキのここにあそこからフック下げてたのよ。45度ぐらいの角度できてた。これどうなるかっていうとこう来るじゃん。立てないですね。ここに入れない、もう無理じゃんまず。ここも無理じゃん。こうなるじゃん。ここ入れないんですよ。ほぼ半分以下のスペースになっちゃうっていう。もったいない。もったいないんですよね。でもこうするしかない。そうですよね。ここにつけたことによってこうなるから、もう全部座っちゃえば使えるという。こういうこともグラウンドアートができる。できる。はい。で、こう人工芝で。人工芝引いて。この方ね、庭を作ったらワンちゃんを飼ったという。飼ったんですか？あ、そうそうそう、飼ったんですよ。さっきだったゲートをここにゲージというか箱。はいはいはい。出れないようにして。あ、なるほど。そう。お庭をワンちゃんのためのお庭じゃなくて、お庭ができたらワンちゃん逆のこと。いやいや、でもそういうふうにね、そういうふうに使っていただけたらすごいありがたいですね。ライフスタイルがこう変わってって、そうですね、遊べるお庭になったという。いや、遊べるお庭、ライフスタイルが変わってくるんです、皆さんね。お庭が出来上がると変わるっていうのはすごい嬉しいなと思いますね。そうですね、やっぱこう気持ちも高ぶってことですよね。庭のある生活をね、うん、楽しんでいただきたいと思います。ポイントとしてはもともと結局、まあ、使ってはいたけども、うん、使い切れていなかったというところだし、そのペットを飼うっていう選択肢もそもそもなかったということですね。でお庭でこうベンチを置くとかいうことも、まあ椅子は置いていらっしゃったかとは思うんですけど、多分滞在時間も圧倒的に長くなっていると、はい、今までのウッドデッキに比べたら、うん、古いものをもともとあったものを生かして、さらに生かして使用する、オールドニュー、オールドチュー、それ古い新しいんだな。でも、うん要はそのお庭のポテンシャルを上げるというか、そもそももっと空間としてはいや、うん、結構多いんですよ。これだけのスペースしかなくて、うちで何かできるんですか、いや十分広いですよって、奥行きが1801m、82mとかでもこうやってつなげて塀をかければ。もともと外の空間だったんです、ただの外部という。でもこれを塀を作ってデッキがこうつながってて、もともとね、この塀が来るだけで、ここまでが多分家の中というか、そうですね、外だけの中と使い方が似てきているという、まるで意味合いが変わってるじゃないですか。はいはいはい、そうですねっていうテーマでも、やっとこのデッキが本来の目的を果たしてきているという。そうですね、はい、ということで今回のテーマは「ガーデンリメイク」。ガーデンリメイク、はい、生まれ変わるお庭と、はい、サブタイトルでということで、はい、ぜひこういった本当に今のお庭が生かしきれているのかとか、そうですね、このスペースしかないけどお庭のある生活を楽しみたいと思って家を建てられたのに、そうですね、なんかもう全然カーテン閉めっぱなしでとかいう方、ぜひご相談をいただければと思いますし。はい、西村さんのチャンネルこの辺にとかな、外交専門チャンネル、外交専門チャンネルと今回のうちのことみフィルムズにいいねと高評価をお願いします。よろしくお願いします。来ていただきましてありがとうございました。バイバイ。